第5回十字軍中のダミエッタ包囲戦で敵の発ボ防差を強行突破するハールレムの艦船。コルネリス・クラース・ファン・ウィーリンゲンが情景の絵をファン、ウィーリンゲン自身が1629年に本案して制作したタペストリー。17世紀に制作された最大級のタペストリーで何世紀も渡りハールレムの子供たちを魅了している。コルネリス・クラス・ファン・ビーリンゲンは オランダ黄金時代の画家。ファン・ビーリンゲンは、ハールレムで船長の息子として生まれ、ヘンドリック・ホルツユースやコルネリス・ファン・ハールレムら、友人たちと共に素病、油彩、同伴画にいそしんだ。また彼は1597年に、ハールレムのセール化組合に参加し、その中心的な役割を担った。ファン・ビーリンゲンは特に感染や海線の絵を得意とし、 ハールレムやアムステルダムの市議会から注文を受けた。彼の代表作は、ハールレムのダミアーチェス伝説を題材とした作品である。これは、第5回十字軍がエジプトのダミエッタを攻撃した際、ハールレムの艦船が果敢に突撃して防災を破り、イスラーム勢力に対する勝利を決定的にしたというものである。この絵は、非常に好評を博して、 タペストリーの形で再注文されるほどであった。この作品は横10.75メートル、縦2.40メートルに及ぶ17世紀最大のタペストリーとなった。現在、両方の作品はフランスハルス美術館の所蔵品となっている。ハールレム市のアーカイブは1629年にファン、ウィーリンゲンにタペストリーを注文した記録を現在に至るまで保存している。 このタペストリーはハールレム市役所の会議室にかけられており、年に一度ヨーロッパ文化遺産の日に一般公開されている。ありがとうございます。